t-54t-72 レオパルトに、戦車は、火砲及び、自動火器を備え、無限軌道により、道路以外を走行する能力及び特殊広範性の、走行による、防護力も備えた車両。第一次世界大戦で、初めて登場し、第二次世界大戦における地上の戦闘で、中心的な役割を果たす兵器となった。戦車は一般に、 遺体を備え、これにより不整地でも行動することができる。主たる武装として、強力な火砲を備え、極初期のものや一部の例外を除き旋回砲塔を装備して砲の向きを変えることができ、敵の陣地、戦車、車両等々の攻撃が可能。副武装として、主に機関銃を装備し、これにより、不評軍や非装甲車両なども制圧できる。 防御のためには主に後半性の走行を備え、これにより敵からの小銃、機関銃、砲弾片、砲弾の直撃などによる攻撃に耐えることができる。戦車は分類上は、陸戦兵器のうち走行戦闘車両の一種である、ということになる。しかし戦車は戦う車両の総称ではなく、自走砲や走行車などとは区別される。何をもって、戦車と、 定義するかは曖昧な部分もあり、また時代や国、地域によって変化する。21世紀初頭現在では次のように要約できる。走行装置が無限軌道であること防御について、戦線を突破できるだけの防御力を持つ。具体的には、主に特殊鋼板性の走行で追われている。攻撃力について、戦車をはじめとする。 敵装甲戦闘車両を待ち伏せでなく、積極的に砲撃し、撃破できること。全周旋回可能かつ全面を装甲化した砲塔を、有すること。1の装甲装置については、装甲装置の不死で、小説。2の防御については、装甲の不死で、小説。3の攻撃力については、兵装の不死で小説する。ただし、 蒸気の条件すべてを満たさなくても、保有する側が戦車と呼べば、戦車扱いされる可能性もある。例えばスウェーデンの STRV-103 は、蒸気のような旋回砲塔を持たず、対戦中の駆逐戦車や対戦車自走砲のような、形状の車両であるが、その開発、運用目的、戦闘能力から、スウェーデン軍では、主力戦車として配備されていた。 現代の正規戦に通用する戦車は、製造に高い技術が求められる上に、部品点数も多く、日本では、戦車は戦車という改逆があるほど、生産ラインの維持には、層の厚い産業が必要である。そのような事情もあって、現在自国で戦車の開発と生産ができる国家は、1に満たないと言われる。戦車の名称は、兵器としての正式名称と、 軍や兵士たちによって付けられた愛称とに対別される。愛称については、配備国により、慣例が見られる。アメリカは、軍人の名前から、ドイツは、動物の名前、ソ連ロシアの対空戦車は、火戦名にちなんでいる。イギリスの巡航戦車や主力戦車では、C で始まる単語が付けられている。日本では、大日本帝国陸軍が、後期。 自衛隊では、西歴から来た、正式名で呼ばれ、前者の場合、カテゴリーや、開発順を表す秘匿名称も付けられていた。近代工業化による、内燃機関の発達に合わせて、第一次世界大戦前より各国で後に戦車と、呼ばれる車両の構想が持たれるようになっていたが、技術的限界から実現されることはなかった。第一次世界大戦で、 主戦場となったヨーロッパでは、ドイツの西部において、大陸を南北に縦断する形で残壕が数多く、掘られいわゆる西部戦線を形成した。戦争開始からそれほど間を置かずに巧妙に、構築された、残壕戦、機関十陣地、有志鉄線による、鉄条網が施されることとなり、防御側の絶対、優位により、生身で進撃する不評の損害は激しく、 戦闘は膠着することとなった。退治する両軍は互いに激しい砲撃の応酬を行ったため、両軍陣地間にある無人地帯は土がすき返され、砲弾跡があちらこちらに残る不整地と化して、初期の装甲車など装輪式車両の前進を阻んでいた。これらの閉塞状況を大破するため、 不評と機関銃を敵の残壕の向こう側に送り込むための新たな走行車両が求められた。この時注目されたのが1904年に実用化されたばかりのホルトトラクターであった。これはアメリカのホルト社が世界で最初に実用化した離体式のトラックで西部戦線での資材運搬や家宝の経因に利用されていた。このホルトトラクターを 出発点に、イギリス、フランスなどが、離体によって、不正地機動性を確保した、早期式走行車両の開発をスタートさせた。イギリスでは、アーネスト・ダンロップ・スーイントン陸軍中佐が、ホルトトラクターから着装を得て、機関銃搭載車として用いることを考えたが、このアイディアは実現されなかった。その一方、飛行場を警備などに、 走行自動車中隊を運用していた、イギリス海軍航空隊のマールエースウェーター、海軍大佐が、陸上軍艦の提案を行った。1915年3月、この海軍航空隊の提案を受けて、当時海軍大臣であったウィンストン・チャーチルにより、海軍設営長官を長とする、陸上軍艦委員会が設立され、早期式走行車の開発が開始された。 陸上軍科委員会によるいくつかのプロジェクトの後、フォスター・ダイムラー重宝権委員者なども参考にしつつ、1915年9月に、リトル・ウィリーを試作した。リトル・ウィリー自体は、残豪などを超える能力が低かったことから実践には、使われなかったが、後のマーク A ホイペット抽選者の原型となった。リトル・ウィリーを、反省材料とし、改良を加えられた。 マザーが1916年1月の公開試験で、好成績を残し、マークアイ戦車の元となった。1916年9月15日、ソンムの戦いの中盤で世界初の戦車の実戦投入が行われ、マークアイ戦車は、局地的には効果を発揮したものの、不評の協力が得られず、また、ドイツ軍の野戦砲の直接照準射撃を受けて、損害を出した。 当初想定されていた戦車の運用法では大量の戦車による集団戦を行う予定であった。しかしこのソンムの戦いでイギリス軍は49両戦車を用意し稼働できたのは18両、そのうち実際に戦闘に参加できたのは5両だけだった。結局、硬着状態を打破することはできずに連合国側の 戦線が 11km ほど前進するにとどまった。その後、1917年11月20日のカンブレーの戦いでは、世界初となる大規模な戦車の投入を行い、300両余りの戦車による攻撃で成功を収めた。その後のドイツ軍の反撃で投入した戦車も、半数以上が撃破されたが、戦車の有用性が示された攻撃であった。 第一次世界大戦中に、フランス、ドイツ等も、戦車の実戦投入を行ったものの、全体として、戦場の数勢を動かす存在にはなり得なかった。後に登場した、フランスのルノー FT-17 という軽戦車は360度、旋回する砲塔を装備し砲の資格をなくした。エンジンの騒音と熱気が乗員を苦しめていたことから、 隔壁で戦闘室と機関室を分離し、それまでの戦車兵の役割の一つだった車内でエンジンを点検する機関士が廃止された。車体も走行装置に車体を乗せる方式を改め、車体側面に足回りを取り付け、小型軽量な車体と幅広の折り台、前方に突き出た誘導輪などによって優れた機動性を備えた。FT-17 は、 戦車としての基本型を整え、初期の戦車設計の参考資料となった。3000両以上生産された FT-17 は、第一次世界大戦後には、世界各地に輸出され、輸出先の国々で、最初の戦車部隊を構成し、当時最も成功した戦車となった。当時開発が盛んだった、多砲塔戦車は、多数の宝塔を装備するが、 重量の制約上から強力な手法を装備することが不可能で、非力魔法が何問もあったところで戦力にならないため衰退した。第一次世界大戦から第二次世界大戦の間、各国は来たるべき戦争での陸戦を研究し、その想定していた戦場と予算に合った戦車を開発することとなった。敗戦国ドイツもベルサイユ条約により、 戦車の開発は禁止されたものの、農業トラクターと称して、スウェーデンで戦車の開発、研究を行い、また当時の国際社会の外れ者であるソ連と、秘密軍事協力協定を結び、赤軍と一緒に、ボルガカ藩の火山に、戦車開発研究センターを設けた。戦車が出現した第一次世界大戦中は、対戦車用の火宝は存在しないため、 台風標用の機関銃に耐えられる程度の装甲で十分であり、戦車自身の武装も機関銃だった。対戦車用の火砲が登場すると、戦車自身の武装も火砲へ移行し装甲もより分厚くなっていき、第二次世界大戦直前には機関銃が主武装の戦車は廃れていった。戦艦機に戦車の運用方法が各国で研究され、 第二次世界大戦前には、戦車を中心とし、それを支援する不評、砲兵など諸兵艦を統合編成した、戦車連隊や機構師団が編成され、戦車は陸戦における、主力兵器としての地位を獲得した。また、各国で抽戦車が大規模に配備されるようになり、抽戦車の数が充実するようになると、それまで主戦力だった、軽戦車は、 偵察戦車や水陸両用戦車といった補助的な用途で使用されるようになった。ただし、軽戦車の名脈が完全に立たれたわけではなく、その後中国の1合式軽戦車のように現在でも製造、運用されている軽戦車も存在する。公詞ともに当時としては破格で8万両以上生産されたソ連の T-34 は、 米英軍の戦車より質及び量で優越することになる。独組戦における T-34 ショックは海軍艦艇における戦艦ドレッドノートの出現による既存計画艦艇の陳腐化と同様の衝撃をもって受け止められ、独組艦でのシーソーゲームは戦車の発展及び対戦車兵器の開発を推し進めた。また T-34 は 被弾形式に優れた局面形状の中造砲塔と傾斜走行を取り入れており、第二世代主力戦車まで各国で被弾形式を意識した戦車設計が行われた。自動車大国であったアメリカで開発された M4 中戦車は高度な自動車技術が応用されているため信頼性が高く、アメリカ軍の高い平坦能力によって5万両以上が生産された。 自国産戦車が不足していたイギリスでは、レンドリースで受け取った M4 中戦車を主戦力として運用した。配備当初は、数の優越で質の劣勢を補っていたが、ドイツ軍重戦車が活躍するようになるとそれに対抗できる強力な戦車が求められ、アメリカでは M26 重戦車が、イギリスでは重戦車相当のセンチュリオン重巡航戦車が開発され、 さらにセンチュリオンは、不評戦車と巡航戦車を統合した。また、これらの重戦車は車体に傾斜走行を採用した、ことで重量の割に高い防御力を発揮した。戦車においては長らく圧縁後半をリベット止めした、構造が大半であったがリベットは、被弾や付近での爆発による衝撃でちぎれ飛び、車内の戦車兵や、随伴不評が死傷する事故が、相次いだ。 また、止め具であるリベットを失った、装甲板は脱落することもあった。一部の先進国では、圧延鋼板を線で接合する溶接技術や、鋳造庫をボルトで接合する製法が取り入れられた。また、先進国の戦車は、重装甲なため大出力なエンジンが必要だったが、航空機用エンジンが転用されることが多かった。なお、 用途に応じた戦車として、式戦車、駆逐戦車、火炎放射戦車、対空戦車、火京戦車、回収戦車、地雷処理戦車、空挺戦車などが存在した。これらのほとんどは、既存の戦車の車体や装甲装置を流用して製作された。第一世代主力戦車センチュリオン第一世代主力戦車は、西側では、センチュリオン M26 を発展させた。 M46 パットンが登場した。前述したようにこれらの戦車は、M4 中戦車の後継であり、ソ連の T-10 と同級のコンカラーと M103、ファイティングモンスターといった、さらに高火力、重装甲の重戦車が登場し、同時並行で配備されたため、これらの戦車の分類は中戦車に落ち着いた。東側では、西側中戦車に対抗して、 t-44 を、格子ともに強化した t-54 が登場し、従来通りに別の重戦車の開発、運用が続いた。特徴として、丸型の中造砲塔を持ち、ジャイロ式方針安定装置により走行中の射撃も可能である。センチュリオン、M46 パットン、M47 パットン、M48 パットン、t-54。 t-55-61 式戦車などが相当第二世代主力戦車 M60 第に世代主力戦車はイギリスで開発されたロイヤルオードナンス L705mm ライフル砲が西側戦車で一般化した東側では西側に先駆け格好砲を搭載した中戦車の重戦車化によって重戦車は存在意義を失い中戦車が あらゆる局面において活用される主力戦車として生き残った。また、戦車の防御力が攻撃力に対し立ち遅れていたことから、戦車不要論が主流となり、防御力を素敵動力で生存性を確保する戦車も登場した。対戦車ミサイルが発達し、随伴風評による携帯用対戦車兵器を持つ。 敵不評部隊の相当がより重要視されるようになり、戦車部隊と機械化風評部隊が共に行動する戦術が生み出された。また、自走化された対戦車砲である駆逐戦車は存在意義を失っていったが、軽戦車や不評戦車などが果たしていた役割を担うための車両として、不評戦闘車のような主力戦車よりも軽量の戦闘車両が多数生み出された。 特徴として、砲塔内容石と被弾形視を両立するため砲塔は横に広くなり、アクティブ投稿機による暗視装置により、野戦能力を得た。M60 パットン、チーフテン、T T、10、T-62、T-64、Amix-30、Leopard1、STRV-103 などが、 相当ソ連製の T-72 は通営4 6 2 5 m m 格好砲の搭載、2層のガラス線材を装甲板で挟み込んだ複合装甲の採用、軽量化によって当時の戦車の中では、そう、こう、守るいずれにおいても優れていた。一方、豊富な戦車線経験と戦車の改造技術を持つイスラエル発の国産戦車メルカバは、 その独自の設計と、1982年のレバノン内戦で初期型の T-72 を破ったことで注目を集めた。これら1970年以降に開発された戦車は、西側では第3世代主力戦車で主流となる技術をいち早く採用していたり、第2世代主力戦車の多くが第1世代主力戦車の改良発展型であるのに対し、 新規開発である点から第3世代主力戦車の型に分類されたり、技術的には第2世代と第3世代の中間的な観点から第2.5世代主力戦車と分類されることも多い。T-72、74式戦車、メルカバ、CM11、96式戦車などが、 相当第3世代主力戦車レオパルト2第3世代主力戦車は東側は第2.5世代戦車の時点で当時の西側戦車より優れていたため大幅な性能向上はなかったが次第に対戦車ミサイルも発射可能な通営46の搭載や箱状の爆発反応装甲の追加が行われていった西側ではドイツのレオパルト2が 同国で開発された、ラインメタル L44120mm 格好法を装備し、複合走行を導入しただけでなく、複合走行を内包した溶接砲塔を採用し、パッシブ型の暗視装置を装備した。また、西側諸国のラインメタル L44120mm 格好法は1980年代、中頃から普及し始め、複合走行や、 暗視装置は、各国で独自に開発された。ソ連戦車以外は、砲塔が、車体同様に溶接構造となり、T-80 以外は、レーザー側延機を装備した。T-80、レオパルトに、M1 エブラムス、K1、チャレンジャー1、アリエテ、90式戦車、98式戦車などが、相当冷戦終結に伴う軍事的緊張の、 緩和と軍事非削減によって、次世代主力戦車の登場を前に、既存の戦車をもとに、ポスト冷戦時代の紛争の戦訓や、関連技術の進展を反映させた、戦車軍が開発された。装甲の改良が施され、重量が、おおむね、約3トンから10トン増加する傾向にある。また、前述のように戦車の新規開発は、難しい環境にありながらも、 戦車開発技術の獲得、維持、既存戦車の回収による能力向上が困難なほど陳腐化もしくは回収は、かえって費用対効果で割に合わないといった場合には、新規開発が行われる。着脱が可能で破損時の交換や新型装甲への乾燥が容易である、モジュール走行が導入された。新規開発されていることから、光学機器をはじめとする、 電子機器の進化が著しい。特徴として C4I システムの搭載によって戦車は打兵器や司令部と相互に情報共有を行い、諸兵艦を統合運用でき、トップアタック可能な対戦車ミサイルなどの髪型からの攻撃への考慮や、下方の情報進化等による威力の向上も行われた。また、ソ連崩壊後からのロシア戦車は西側第3。 世代主力戦車に比べて防御力が遅れがちになり中マイナス1から7主党らマイナス1等のアクティブ防護システムでの間接的な補強、西側に追随した複合装甲を内包した溶接砲塔の導入、レリークトカークトゥス等の爆破反応装甲の改良、全く新しいコンセプトである無人砲塔の開発などによって防御力の低さに起因する乗員の生産性を、 向上させた。また、エンジンの改良を行うことで、重量増加に対応した。このほかイギリスでのチャレンジャー3の採用決定のように、同盟国、友好国との弾薬などの互換性を高めると、補給面での利便性を向上させる改良計画も、存在する。第四世代主力戦車20世紀のうちにも登場する、はずであった、第四世代主力戦車は、 未だ模索の段階であり、世界的な定義は決定していない。これは、東西冷戦の終結によって、正規戦が起こる、外然性が低下し、各国の新型戦車開発が停滞しているからである。同時に、戦車開発史上最も一般的な手法であった、サイズを拡大することで手法の大口径化と、防御力向上を達成するということが困難になったからである。 なぜならば、物理的条件から70トンを超えるような戦車は、輸送や走行の追加が困難で、走行可能な地形にも制限がかかるなど、主力戦車としての運用に支障が出るのである。この問題を解決するために、サイズ拡大によらない、性能向上が模索されている。その一つに、有人車両からコントロールする無人のロボット両車や、 戦車機能を数量で分担するなど斬新なアイデアも提案されている。サイズの縮小によって軽量化を達成した戦車は、東側戦車、ルクレール、重式、K2 が該当し、現代の西側戦車の60トン後半の重量に、対し、これらの戦車は60トン未満の重量となっている。米国の M1A3 計画のように軽量化に、 追従するものも存在する。2010年度に装備化された重式戦車では、可視系の視察照準にハイビジョンカメラを用いた、モニター照準方式を世界で、初めて戦車に採用。複数の目標を同時に補足識別する高度な式、射撃統制装置に加え、リアルタイムで情報を共有できる高度な C4、i システムなどを装備しており、例えば正体が、 複数の目標を同時に射撃するときシステムが最適な目標の割り振りを自動的に行って同時に発砲したり、招待長が招待内の他の戦車の射撃統制装置をオーバーライドして照準させることも可能である。また、1990年度に正式化された90式戦車では実現困難だった水準の小型軽量化を実現し、 戦略機動性が向上、戦術機動性も、油圧機械式無段階自動変速走行機の採用により向上した。戦車以外の中継量級の戦闘車両の開発では、プラットフォームの共通化によって、開発、生産、運用といった面での経費節減と運用効率向上を図ることがあったが、ロシアでは、アルマータと呼ばれる早期車両用の、 共通車体プラットフォームをもとに、次期主力戦車 T-14 の開発が進められている。T-14 は重式戦車と、同じく社長と報酬の視察照準には、モニター照準方式が採用されていると考えられ、超参号やアメリカ軍のアームドロボティックビヒクル、等とは異なり有人戦車だが乗員を必要としない、遠隔操作モードが試験段階にある。 一方、ドイツでは、ウクライナ問題の影響から、戦車の配備数を増やし近代化回収を進める、動きがあり、T-14 の配備がドイツとフランスの時期、主力戦車計画に、どのような影響を与えるか今後の動向が、注目される。各国の技術開発、研究などから、戦車は、将来的に以下のような発展を見せると予想されている。千葉県。 陸軍不評学校におけるマーク、4戦車戦車が登場した第一次世界大戦当時の日本は、1915年時点で国内自動車保有台数がわずか897台というありさまであったが、他の列強諸国同様に新兵器である戦車に早くから注目しており、ソングの戦いの翌年である1917年には陸軍が調達に動き出している。 1918年10月17日、欧州に滞在していた水谷義蔵市長兵隊によって同盟国イギリスから購入されたマーク4メガタ戦車1両が共感薬のイギリス人、将兵5名と共に神戸港に入港した。翌1919 19年に新兵器の発達に対処するために陸軍科学研究所が創設され、 以降1919 19年から1920年にかけて日本陸軍はルノー FT-17 軽戦車とマーク A ホイペット中戦車を試験的に購入して研究している。当初は戦車という言葉がなくタンクや装甲車と呼んでいたが1922年頃に戦う自動車から戦車と名付けてはと決まったようである。 1923年から1924年頃には戦車無用論も議論されたが1925年の宇垣軍縮による人員削減の代わりに二個戦車隊が創設された当時の日本の不況経済や工業力では戦車の国産化は困難と考えられた上イギリスも 自軍向けの生産を優先させていたため、陸軍ではそれらの代替として、ルノー FT の大量調達が計画されていたが、陸軍技術本部所属で後に、日本戦車の父とも呼ばれた、原オツミ小隊が国産化を強く主張、輸入計画は中止され、国産戦車開発が開始されることとなった。戦車開発は、 唯一軍用自動車を製作していた大阪法兵交渉で行われることとなり、原を中心とする開発スタッフにより、独自のシーソーバネ式サスペンションやディーゼルエンジン採用など独創性、先見性に富んだ技術開発が行われた。それらは民間にもフィードバックされて、日本の自動車製造などの工業力発展にも寄与している。 設計着手よりわずか1年9ヶ月という短期間で1927年2月には、市政1号戦車をほぼ完成させ、試験でも陸軍の要求を満たす良好な結果が得られたことから、本格的な戦車の開発が認められた。その後、89式中戦車、95式系戦車、97式中戦車などの車両が生産された。しかし、 第二次世界大戦においては、日本は、限りあるリソースを航空機や艦艇に咲かざるを得ず、しかも、その間の欧州戦線での開発競争によって、日本の戦車技術は陳腐化した。一方で、本土決戦用に温存されていた車両と共に、原中上をはじめ開発、運用要因の多くが、幸いにも、終戦まで生き延びていたことが、 戦後の戦車開発に寄与することとなる。90式戦車戦後日本は非武装化されたが、共産主義勢力の台頭と朝鮮戦争の勃発により、日本に自衛力の必要性が認められて、警察予備隊が組織され、アメリカより特車として M4 中戦車などが供給された。また朝鮮戦争中に破損した車両の回収整備を、 受け負ったことなどで、新戦車開発、運用のためのノウハウが蓄積されていった。とはいえこれらアメリカ戦車が、間もなく、旧式化することは明らかであり、企画が、日本人の体系にも合わないことも踏まえて、日本の国情に合わせた、国産戦車の開発を目指すこととなった。アメリカの支援などによって開発費の目処もつき、 戦後初の国産戦車となった61式戦車が1961年4月に正式採用された。この戦車は開発時点ですでに他国の水準からはやや遅れていたことは否めず、修作的意味合いが強いものであったが、続く74式戦車で世界水準にキャッチアップし、さらにその後継の90式戦車で世界水準を一部上回ったと言える。 2000年代に開発された重式戦車は、全国的な配備を考慮して90式戦車よりも、小型軽量化しつつ同等以上の性能を有しているとされ、特に射撃機能やネットワーク機能などベトロニクスの進歩による戦闘能力の向上が著しい。重式戦車は、対応期限到達に伴い減毛する74式戦車の代替更新として2010年度から、 調達が開始された。一方、2013年に25対抗と26、中期伏せが閣議決定されたことで、今後、本州配備の戦車は廃止され、戦車は、北海道と九州にのみ、集約配備、本州には、戦車とは異なる、新たなタイプの車両の16式機動戦闘車のみが、配備される。16式機動戦闘車は、 総輪車のため重式戦車と比して、火力と防護力だけでなく、戦術機動性に劣るが、逆に、戦略機動性は、優れており、路上を高速で自走することにより74式戦車と同等の火力を素早く展開できる。本州配備の74式戦車が担っていた、役割の一つ、普通化部隊への射撃支援については、16式、機動戦闘車が引き継ぐことになる。 防衛省では、有人戦闘車両の無人砲塔化と、有人戦闘車両と、無人戦闘車両の連携に関するベトロニクスシステムの技術研究が行われている。この研究は2020年度まで行われる。1、足回りに、手砲3、フェンダー4発煙弾発射機5、対空機16、機関室7、キューポラ8、同軸機19、車体10、 操縦室放線距離は地形条件により変化するが、1967年のラン高原での戦車戦では900メートルから1100メートルの射程で戦闘が行われており、ヨーロッパでは2000メートル程度で正規する想定がされている。一般に1000から3000メートルの距離で敵戦車と対峙した場合、3発以内で命中させないと相手に、 撃破されると言われている。重量と防御力を最適化するため、戦車の走行圧は敵と向き合う、砲塔前面や車体前面が最も厚く、一方で、上面や底面が薄く作られている。現在の主力戦車の正面走行は、対抗する、主力戦車が搭載する下方に対し1000メートルで攻撃を受けても耐えることが求められているとされるが、 実際には常に競争を続ける盾と矛の関係であり、防護性能より火力性能が上回ることが多い。インド軍の T-90S 戦車を含めほとんどの兵器は開発、製造に高度な専門技術と産業基盤が要求される工業製品である。そのためほとんどの国は戦車を輸入に頼っており、ロシア、ドイツ、 アメリカ等の戦車を開発できる国は、戦車の輸出によって、経済的利益や量産効果による調達価格の低減とともに、軍事、政治的影響力の確保を図ろうとする。中国は輸出専用の車両を輸出している。先進国では、最新鋭の第3.5世代戦車が主流だが、途上国は、先進国で不要となった旧式戦車を、 比較的安価で購入し、その際に近代化改修を施して配備することが多いため、第2.5世代戦車が主流であり、特に旧共産圏の中古戦車は需要がある。近代化改修では、車体はそのままに、手法の改良、より高性能な電子装置の搭載、車体外部に増加走行の追加、より高馬力なエンジンを搭載するといった手法が用いられ、 外見が大きく変化することもある。これは、軍事予算の限られた、途上国の軍隊が、旧式戦車を回収し、実用的な兵器として運用していた手法と同様で、回収による、戦力化は、新規生産に比べ大幅な性能向上は、見込めないが、費用や時間を節約できる傾向にある。また、旧式化した戦車を公平戦闘車両などに、 専用する例があるほか、砲塔を地面に埋めて統治化代わりにしたり、トラックやトレーラーに砲塔を移植するなど強引な改造をされる例も後を絶たない。冷戦期には、世界中の国々が陸上戦闘での主戦力となる戦車を多く保有していたが、冷戦終結後は脅威の減少に伴う軍事費の削減によって多くの国では、 戦車保有数が減少し百両単位での保有となったが、米中炉をはじめとする超大国では千両単位の保有となっている。メディアを再生するアメリカ陸軍の M1 エイブラムスで、装填作業の様子戦車の乗員、T-72。1、操縦手に、車長兼測的手三砲出戦車兵の軍服は、狭い車内で活動するため、他の兵下より裾を短くするなど、 引っかからないように工夫されている。第二次世界大戦後になるとつなぎタイプの軍服を採用する軍隊が多数を占めるようになる。履物については、他部隊と同じ場合もあるが、戦車兵専用品を用いる事例がある。旧日本軍の編羽靴では、革製の靴底に滑り止めの金具を打ったものが一般的だったのに対し、戦車兵用としては、 ゴム製、または金具がない革製の靴底が採用されていた。ドイツの国防軍などは、当初戦車兵にクッション入りベレー帽を支給したが、第二次世界大戦開戦以降になると、車内では一般的な軍防で活動し、脱出時には、車外装備品の不評用ヘルメットを着用するようになった。戦車内部は狭く、頭をぶつける恐れが高いので、 衝撃から頭部を守るためのクッションパッドもしくは、樹脂製の外角で構成されたヘルメットが用いられる。また、車内はエンジン音や離体の走行音などで騒がしいため、耳の保護と通話のためのヘッドセットがヘルメットに組み込まれることが多く、ヘルメットも円が切り落とされている専用設計のものが一般的である。その場合、それぞれの席には、 インターホンのジャックがある。近年では生存性を高めるためボディアーマーを着用することもある。ハッチを開けた状態で舗装されていない場所を走行すると乗員が巻き上がった土砂や砂塵にさらされるため目を保護するために防塵メガネが多用される。乗員の位置として社長席の前方に 放手席が暗いり、手法をまたいだ反対側に装填手席がある。自動装填装置を搭載する車両は、車長席前方の放手席がない代わりに装填手席が、放手席に相当する。操縦手席は、乗り降りの際に手法が邪魔にならないように、車体前方の左ないし、右に位置するが、アメリカで m 四十八が登場し、以降のイギリスソ連製戦車でも操縦手席が、 中央に設けられ、人員の脱出効率に影響が出る。戦車はキャタピラ、または無限軌道と呼ばれる走行装置によって、車体を支え走行する。多くの場合現代的な無限軌道は、構成の、かっくり板のピンが、ピンブロックで接続されたもので、天輪を一巡する輪を構成する。この体上のものは、離体、キャタピラ、無限軌道と呼ばれる。 また、履帯と走行用の軌道輪、誘導輪、天輪、上部天輪などの走行装置を持つ車両を、早期車両と呼ぶ。履帯はタイヤに比べて、設置面積が広く荷重が分散され、送輪車両では滑ってしまうようなデーネーをはじめとする、不整地を走行でき、不整地走破能力に優れる。また、接地面積の広さから地面との大きな摩擦を生むため、 トラクションをかける力が高く、都販能力にも優れる。離体は地形に追従して、天輪を支え、穴や溝に差し掛かっても一種の蓋のような役を、果たして天輪を落とし込まない。このような働きによって、早期車両は、送輪車両では越えられないような幅の号を越えられ、腰号能力に優れる。段や、包みも、送輪車両より高いものを越えられ、 腰包み能力に優れる。また鉄上網が引かれた、阻止線もそのまま引き倒して走行できる。川底の状態の良い河川ならば塗装が可能である。離体はエンジンから出力される動力によって駆動する。エンジンは変速機、走行変速機、最終減速機を経て軌動輪へと動力を伝える。軌動輪とは、エンジンの駆動力を離体に伝える車輪である。 機動輪には、波輪が取り付けられており、リバンに設けられた穴へ歯を噛み合わせて、離体を動かす。変速機はエンジンから出力された、高回転の動力を、順次低回転に調速し、ゆっくりしているものの強い力で、数十トンの質量を動かすだけのトルクを作り出す。動力はさらに走行変速機へ送られ、ここで、左右の離体へ分配される。 走行変速機によって離帯は動力を増減し、または停止させられる。これによって、早期車両は向きを変えたり、緩く円を描くような旋回、または急旋回を行える。ブレーキは、走行変速機に組み込まれており、走行中の減速に使用される、油圧多板、ディスクブレーキと停車中のパーキングブレーキがある。一部の戦車では、 ディスクブレーキに加えてオイル式のリターダを備える。離帯による走行は左右軌道輪の回転数の調整によって行われる。単純な進行方向の変更では左右回転数の小さな差で行われる。蒸気のように離帯は多くの長所を備えるが短所も多い。離帯による走行はエネルギーロスが大きく速度や燃費が犠牲になっており、 送輪式のようにパンクはしないが、片方のリバン1枚のキャタピラピンが切れたり、離帯が車輪から外れれば、その場で旋回する以上の動きはできなくなる。離帯は、騒音と振動も大きく、騒音は、線上での行動において、容易に発見されることを意味し、振動は車載する装置の故障の原因となり、乗員を疲労させる。路面の状況によっては大きく、 砂塵を巻き上げて自ら位置を露呈してしまう。また、キャタピラと天輪類そのものが、車重全体に占める重量も相当なものであり、大きなものでは、離体1枚が数十キログラムになる場合もあり、これを連結する離体も数トンの重さとなる。早期部分は、車両の側面の多くを占め、体積としても、装輪車両より占有率が高い。 戦車の行動に適した場所としては開けた土地が挙げられる。これは、戦車が攻撃に投入される陛下であり、速度と突進力を生かした軌道がその戦術的な価値を高めるからである。電撃戦における、機構部隊は、迂回し、突破し、後方へ回り込んで敵の司令部、柵現地などの急所を叩くことが、要望の主たるものである。防御戦闘。 市街地の防衛などは、戦車の任務として、本来不適である。戦車は、開き勝地や多少凹凸のある、波状地において、本来の機動力を発揮できる。反対に、密林地帯や森林地帯のような作雑地、都市部、急峻な山岳地帯、あるいは、小宅地のような車両の侵入を拒む場所は、戦車の軌道が阻害されるので不適な場所とされる。 例年ーーも離体に絡みつき、天輪や軌道輪を詰まらせて走行不能にすることがあり、不適である。また、アメリカのシェリバンのように軽量な戦車が水中に入ると、それなりに浮力がかかり、その分無限軌道とみそことの間の摩擦力が減る、ことから走行は陸上よりも難しくなる。橋梁による河川の通過は橋の強度が求められ、 橋に頼れば移動経路が制約されて、戦争時には意図的に破壊されることもあり、作戦上は好ましくない。川底のぬかるみがひどかったり、特に急流であれば水中とかは困難だと考えられる。戦車を含む車両全般の渡かを行うため、比較的狭い幅の川では、戦車相当の車台上に寄りた,たんだ。 橋体を搭載し川辺から素早く簡易の橋を展開設置する架橋戦車が使用される。また、幅の広い川に対しては架橋戦車の数量分で橋脚を備え連結できるものも存在する。ポンツーンやポンツーン橋と呼ばれる小型艇を数艇以上を川面に並べることで、応急簡易に戦車等が渡過可能とするものもあり、 さらに広い川ではこれを橋ではなく、橋家として使用することもある。この専用運搬車両も存在する。戦車を相手に戦うことを対戦車線、戦車を攻撃するための手段を対戦車兵器とそれぞれ呼ぶ。戦車は開口部が極端に少ないため、視界は狭く視覚が多い。また、外部音が遮蔽され乗員は、 周囲の音を感知することが困難であるという弱点、欠点がある。反対に、戦車は、車体や、走行音が大きく、エンジンなど熱源を積んでいるため、暗視装置など技術機材の有無を問わず、敵からは察知されやすい。戦車の前面は、厚い装甲により防御力は高いが、左右側面、上下面、後面は、装甲が、比較的薄い傾向があり、 弱点になっていることが多い。ハッチ、外部を観察するための光学装置、リタイア、天輪も破壊しやすく、戦車の弱点である。戦車と戦う側からすると、敵戦車の弱点を見極めて、そこを攻める必要が出てくる。不評は物陰に隠れたり地形に潜んで、戦車を、 奇襲的に攻撃することができる。攻撃機や武装ヘリコプターといった航空機は戦車からは察知されにくく、戦車砲を施行させにくい角度の上空から一方的に戦車を攻撃することができる。戦車が登場した当初に行われた対戦車攻撃としては、地雷を用いて戦車の離帯や底面を破壊する、不評が肉薄して手榴弾や爆薬を投げ込む。 やホーが直接照準で射撃するといった方法があった。第二次世界大戦初期までは、不評用の対戦車兵器の一つとして、対戦車ライフルが用いられていた。人力で運搬、射撃する、都合上、威力を向上させようとすると、重量、反動が増大して運用が難しくなる。戦車の装甲が強化されるに従い、対戦車兵器としては衰退した。 第二次世界大戦後期には、バズーカや、パンツァーファウストなどの個人が傾行することが可能な、対戦車ロケットや無反動砲が普及したことにより、射程では劣るが、貫通力では対等になった。これらの兵器は、成形作略による、文狼効果を用いた、成形作略弾を使用し、人間が受け止められる、反動以上の対戦車戦闘力を不評にもたらした。 また、ソ連で開発された RPG-7 は簡単な構造で途上国でも簡単にコピー生産できるため、世界のテロリストやゲリラに広く使用され、いわゆる低強度紛争といった非対称戦が多発する要因ともなった。1970年代には誘導装置を備えた対戦車ミサイルにより、それまでの戦車の不評に対する 圧倒的な優位の状態が一気に崩れ立場が逆転してしまったつまり不評は比較的安価で入手しやすく取り扱いが軽便な携帯用対戦車兵器を用意しておくことによって一台あたり数億円十数億円ほどもする効果高コストな敵戦車を撃破することができるようになったイスラエルとアラブ諸国が争った数字の中東戦争では しばしば大規模な戦車戦が繰り広げられた。第一次中東戦争は不評支援にとどまったが、特に1973年10月に勃発した第四次中東戦争では、アラブ側、イスラエル側合わせて、延べ7000両の戦車が投入され、市内半島、ラン高原において、複数の西側製戦車とソ連製戦車が正規戦を行った。 8日に発生したエジプト軍第2不評師団とイスラエル軍第190機構旅団の戦闘ではエジプト軍が RPG-7 や AT-3、サガーを大量に装備して迎え撃った。随伴不評を伴っていなかったイスラエル軍戦車はこうした対戦車攻撃を満足に防げず約120両の戦車打ち100両近くが約4分間で撃破された。 市内方面で行われた10月14日の戦車戦は、クルスク対戦車戦以来最大の規模となり、また、対戦車ミサイルが大規模に投入され、戦車にとって大きな脅威となったことから、以後の戦車開発に戦訓を与え、以降の戦車はさらに重武装、重装甲であることが求められるようになった。当時は、 T-72 をはじめとして、東側戦車は複合装甲を備えていたため、携帯式対戦車兵器の威力に対抗できたが、西側戦車は、ただの後半による防御力しか持たなかったため、戦車を持たずとも対戦車ミサイルのみで対処できるということが、世界中に理解された。当時盛んなった、戦車不要論を、ある意味で証明することになった。また、 爆発反応装甲はイスラエルで実用化されたが、体積及び質量あたりの防御力の高さはむしろ、東側戦車で評価されていった。それでも、なお、戦車の側面、後面や装甲装置等の弱点を狙ったり、タンデム弾頭や地面設置型のミサイルを使用するなど、状況は限られるものの撃破自体は、不可能ではない。これにより、戦車に乗り込む、 戦車兵は、敵の対戦車兵器に備えて、常に周囲を警戒する必要に迫られ、第一次世界大戦で戦車が登場した、当初の、味方不評を守るために戦車が先行し、彼らのための壁になるという図式が成り立たなくなり、戦車を敵不評から守るために、不評を先行、遂行させるという状況に陥ってしまった。 戦車を運用する側は戦車を単独で進めるのではなく、視界の広い不評を随伴させ、不評の警戒と消火器による、牽制、制圧で、敵型の対戦車戦闘を困難にさせなければならなく、なった。それに対して、対戦車攻撃を仕掛ける側にとっては、まず敵戦車に随伴する不評を無力化、あるいは両者を分断してから戦車を攻撃する。 必要性が生まれ、被害の駆け引き、せめぎ合いが行われるようになった。最新の戦車は、全面だけでなく、全方位に走行を施したり、モニターやセンサー類を充実することで不利を補おうとしているが、それでも、なお十分とは言えず、随伴不評との連携を必要とし続けている。不評が、戦車の外に直接同乗する、タンクデさんとは、 不評の視野の広さと戦車の機動力を得られる反面、剥き出しの不評は敵からの攻撃に対して無防備であり、常に推奨される戦法とは言えない。ロシアでは、味方戦車を敵不評から守ることに特化した戦闘車両である BMP-T シリーズが開発されている。また戦車は大きく重いことから交通路には制限があり、防御側はこれを利用して、 対戦車号や対戦車用、バリケード、対戦車地雷等の障害物によって自由な移動を阻害する。戦車は、車体の大きさから停止して動けない状態では、容易に狙い撃ちされるため、走行不能な状態に陥った戦車の自衛戦闘には限界があり、味方の救出が間に合わなければ乗員は、脱出を強いられることになる。下方や、ロケットランチャーといった、 対戦車兵器を使えない場合、太い木や鉄の棒などを立体に投げ込んだり、あるいはバリケードを用いて、敵戦車を足止めした上で、重油やガソリンなどの可燃物を、戦車の上面に大量に浴びせかけたり、地面など周囲にも可燃物を配置しておいて着火し、火攻めにするという攻撃方法が用いられる場合がある。かつては、同じ目的で、火炎放射器や火炎瓶、 消費剤投射器を使う事例もあった。開口部や吸気口から燃える可燃物が車内に入り込むことで戦闘室やエンジンが焼損に至る。また走行板で覆われて開口部が少ない戦車は温度上昇を防ぐことができず、炎にさらされ続けると全体ががまるで大型のオーブンのようになり、 危機器が故障したり弾薬が誘爆しなくとも内部の乗員は脱出を余儀なくされる。あり合わせの爆発物で作られた即席爆発装置は戦車の下部装甲や装甲装置を破壊したり車体を横転させる威力を持ち得るため紛争地域に投入された戦車にとり大きな脅威となっている。陸戦を主目的とする戦車にとって上空を高速で移動する。 航空機への対応は難しく、第二次世界大戦の中期から、対地攻撃機が、対戦車攻撃にも導入され多くの成果を上げた。特に、ダイブ,ブレーキを備えた急降下爆撃機は狙いを、定めやすく、戦車側は、直撃を受けないようにジグザグに動く、急停止、急発進するなど、回避行動をとっていたが効果が薄かった。対策として、 大規模な戦車部隊には、対空戦車が随伴することもあった。敵からの空襲を受ける可能性がある場合は、降車部隊の援護が必要不可欠である。戦車の上部装甲は、正面装甲に比べると薄く作られるため、正面装甲であれば十分に耐えられる 20mm から 30mm 級の機関砲によっても貫通される可能性がある。ソ連では、 第二次世界大戦の中期から 23mm 機関砲を搭載したシュトルモビークイル -2 を東部戦線に投入し、ドイツ軍の戦車部隊に対して大きな戦果を上げた。ドイツでも対戦後期から 187G や HS129 のような爆撃機、攻撃機に機関砲や対戦車砲を装備して、 対戦車攻撃機として投入し、ソ連軍の戦車を多数撃破している。空中を低速で、比較的自由に動き回り、一定の空域に止まり続けることができる、攻撃ヘリコプターは、固定翼機以上の脅威であり、戦車砲の射程外から機関砲や、空対地ミサイルなどで、一方的に戦車を撃破することが可能である。戦車側は、 敵ヘリコプターの射程に入った場合、円幕を張って、視界を遮りつつ遮蔽物の影に隠れる以外には、手がなかったため、戦車を運用する側は、不評の持つ、死対空ミサイルや、対空攻撃の可能な銃砲、また、専門の防空車両や降車部隊との協調によって、敵ヘリコプターの接近を阻止する必要がある。近年の自動目標追尾装置を持つような戦車に、 対して、ヘリが射程内を低速飛行する場合にはかえって、撃墜される可能性がある。現代では、対戦車攻撃はヘリコプターが主流だが、アメリカ軍の A-10 は、戦車や装甲車への攻撃を主任務としており、攻撃ヘリコプターと同等の武装を装備している。この他にも、攻撃能力を有する無人航空機など新たな脅威も出現している。 現代ではミサイルなどを利用した空からの対地攻撃により敵戦闘車両を破壊した後、地上部隊を展開させる戦術が基本であり、制空権の確保は戦闘車両を大規模展開させる上での前提条件である。紫外線は視界の狭さと通行の制限という二つの弱点から戦車にとっては不利な環境で、 特に曲がり角や建物の上層などの高所から弱点である後面や上面に攻撃を受ける危険性がある。それでも、不評の盾や強力な火力援護手段として戦車が必要されていることに違いはなく、非対称戦争対策として市街地向けの改修が行われている。 設計段階から紫外線を考慮した戦車も登場し、また建造物破壊に対応できる砲弾も実用化されている。紫外線では主役である不評を援護する近接支援火力として戦車が投入され、対不評用に副武装の機銃が用いられ、対空機銃は建物の上階など方が届かない相手に対応するために重要である。T-90 99式戦車、メルカバ K2 のように戦車の弱点である上側に増加装甲を加え、トップアタック式ミサイルに対抗したものがある。イラク戦争後、米英を主体とした中流軍の車両も対ヒート装甲である、床上の構造物で車体を覆っているが、これは前述のように独軍が採用した防御方法であったもので、その後に同じ着装のものが、 世界中で採用された。これが RPG の弾頭を数十パーセントの確率で不発、または著しく効果を削ぐと言われている。各国において戦争に関する博物館が存在する。中でも戦車を中心にした博物館がいくつか存在する。連合軍の博物館は自国の戦車は元より露覚した。 数軸国の戦車の展示においても充実しており、戦車の変遷を理解する上においては重要な資料を提供している。王立戦車博物館自衛隊の車両を運転する内部資格 MOS のほか、公道を走るには大型特殊自動車免許や大型特殊免許の運転免許が必要となる。ありがとうございます。